はい今回の動画は Windows11 でメモリースロットの空き容量をを調べる方法をご紹介しますでパソコンを使っていてですね動きがちょっとね悪いのでメモリーを増設をしたいといった時にその自分のパソコンのメモリーの空きスロットですねこれがあるかどうか調べる場合に、まあ、もちろんで、ね、パソコンをですね自分で開けてですねメモリースロットを確認してもいいんですけどもわざわざ目視でスロットを確認しなくてもですねこのパソコン上からですね簡単に調べることができます。 それでは早速その調べ方ですけどもまずはタスクマネージャーの方を開きますんでキーボードのコントロールキーを押したままシフトキーを押してエスケープキーを押してください,、はいそうするとタスクマネージャーが開きますけどもこういった形でタスクマネージャーが会員表示の場合は左下のこの詳細というところをクリックをしてもらって詳細表示に切り替えますで次にこのタスクマネージャーの中のこのパフォーマンスタブですねこちらを選択をしてもらってこの左側のメモリというところをクリックをしてください はい、そうするとねここでねいろんなメモリの情報を見ることができるんですけどもスロットの空きのね確認はですねこの中のこのスロットの仕様というところですね今こちらのパソコンに関しては2分の2になってますけども、まあ、これがですねこのパソコンに関しては2つねスロットがあってその2つのスロットを使ってますよということになります。 であとね、それ以外にもね、こちらでメモリのいろんな情報ですね、メモリのね、今の容量であったりだとか、今ね、現在どのぐらい使用してるのかっていうのをチェックをすることができますんで、ちょっとパソコンのね、動きが悪いんで、メモリを増設したいななんて言ったときはですね、まずね、このタスクマネージャーのメモリのところからですね、チェックしてみてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。